命のカンタータファイナルファンタジー9実況プレイ。皆さんもこんにちは、ラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。かなり更新がね、間が空いてしまって申し訳ないんですけれども、ちょっとですね、最近ちょっとあんまりこういうなんか忙しいアピールみたいな感じになっちゃうんで嫌なんですけど、結構ね、私生活の方が忙しくて、収録とか編集の時間がなかなか取れなくてですね、ちょっとしばらくの間はこうやって間が空いてしまう、なんだろう、更新に間が空いてしまうことが出てきてしまうかもしれません。それはね、ちょっとご了承いただければなと思います。はい。で、すいません。今回も寝起きに撮ってるんで、ちょっと頭も回ってないし、声も出てないです。本当ちょっとごめんなさいね。で、ガーネットが仲間に入ったので、前回、少し、てかみんなとレベルが合うくらいまでレベルを上げまして、んで、あとは何か変わったかな、変わってないかな。ちょっとこれね、少し間が空いてしまってるので結構忘れてしまってますが、とりあえず進んでいきましょうか。次の目的地はここです。氷の洞窟。じゃあ入ってしまいましょうかね。これがその洞窟か。いやー、すいません、本当に声出てないな。ちょっと久しぶりだから緊張気味かもしれない。どうしたビビ。氷の洞窟って知ってる？あー、聞いたことはあるけど、ここがそうなのか？うん、多分魔の森に近いところにあるらしいんだ。私も聞いたことがあります。氷に覆われた美しい場所だそうですね。てかすごい、なんか冷凍庫みたいな冷気がすごいけど寒くないの？僕もおじいちゃんから話を聞いただけなんだけど、ここは霧の下から下から上まで続いている洞窟なんだって。素晴らしい。ビビ殿のおじい様は博識ですな。霧を出した暁にはぜひとも感謝の言葉をお伝えせねば。おじいちゃんからはいろいろ教えてもらったけど、もう死んじゃったんだ。それは知らなかったとはいえ失礼いたした。スタイナーもなかなか礼儀正しいよね。で、ジタンに対する態度は別だけど。ううん、気にしなくてもいいよ。ま、とにかく行ってみるしかねえな。さてさて、2個目のダンジョンって言えばいいのかな。氷の洞窟。なんて美しいところなのでしょう。噂には聞いていましたが、これほどまでに美しいとは。綺麗な花、なんていう名前なのかしら。姫様、むやみに触ってはなりませんぞ。どうでもいいけどさ、寒いんだし早く行こうぜ。ジタンが一番寒そうな格好してるかも。でもスタイナーも足出てるから寒いよね、きっと。さてさて、やっていこうかな。お、なんかある。あ、ジャンプか。テント、ふい。あっと、さて、氷の洞窟、初めての敵は、あ、プリン
と、なんだあれは。これ何？ちょっとわかんないけど。うわ、寝ちゃったよ。これ、名前どうやって出すんだっけ？忘れちゃった。ビビ、黒魔法使っていこうかな。でもいいか。戦っちゃえみんな。ガンガン攻撃。あ、ブリザードか。多分ファイヤーすごい効きそうだけど、もったいない精神で、MP をなかなか使えないタチの人間なんで、基本的にはジタンとスタイルに頑張ってもらう感じかな。まあ盗むも本当はやりたいんですけど、裏であんまりやれてなくて、実は。そう。で、街とかも遠いんで、なかなか回復もできなかったりするんでね。じゃあ、もうそのまま奥進んじゃっていいかな。手前になんか煙みたいの出てるじゃないですか。あれ当たると多分、エンカウントだったような気がします。お、なんかあった？あ、違うか。カーソルにいつも騙されてしまう。お、逃げてもギルを習得したかな、きっと。あ、そうだそうだ。少し、なんか武器変えたりしてるような気がする。お、いいね。今、装備できるやつは、全部、あ、女の子をかばうって結構いらない気がするんだよな、私。それよりかは違うやつを使いたい。エスタイナーが、これ本当は先に覚えたい、先っていうか覚えたいんですけど、キラー系を先に覚えてしまおうと思って、あ、鎖角剣はもう習得しました。で、今はビーストキラーかな。スタイナーが覚えたいやついっぱいって感じですね。宝箱どうすればいいんだろう。ちょっと当たってみますか。これ確かエンカウントになるような、あ、そうですね、多分、あの煙みたいなのに当たるとこういうやつと強制エンカウントみたいな、なった気がします。あーちょっとガーレット大丈夫か？こいつ確か強かった気がするんだよな。そろそろ回復をした方がいいだろうか。HP 入れ替え？え、なんか変わった？あまり見てなかったけど。あ、やっぱビビ強いわ。OK。大丈夫かな。ジタンの武器も最初に盗むで手に置いて、手に入れといたんで、かなり楽ですね、序盤が。で、ここなんかあった気がする。ん？これは？この壁なんか怪しいな。何かありそうなんだけど。あ、みんな吐く息白いね。あ、すごい細かい。おい、ビビ。え、何？お前の魔法、魔法って何？お前の魔法をこの壁にぶっ放してみてくれよ。すごい頭の回り方。頭回ってない気がする。うん。いいねえ。お、やっぱりな、絶対に何かあると思ったぜ。この他にもあるかもしれないな。ビビ、その時はまた頼むぜ。う、うん。ありがとう、ありがとう。エーテル。エーテル今いくつあるんだ？ 7 個か。ちょっと、
ポーション使っちゃうか。オッケー。よしよし、行くぞ。なるべく霧は避けて、行きたいかな。で、宝箱。ポーション。ほい。あー、でも普通にエンカウントが多いんですよね。お、ガーネットがプロテス覚えました。オッケー、いいね。なんか他に装備あったかな。ちょっとスタイナーが危ないんですけど大丈夫かな。ポーション使おう。あー、やっぱりジタンとスタイナーはHP 高めだな。よし、じゃあ奥行きましょうね。はぁ、あれ、スタイナーここでトランス来ちゃうのかな。スタイナーはな、剣技か。あれ、もったなー。ああ、せっかくの見せ場が。ごめんね、スタイナー。ちょっとね、ジタンもちょこちょこ、盗むをやりながらやってるんで、割とみんなダメージ受けちゃうんですよね。まあ、ジタンが一番火力が高いから、今のところ。手前から、これ取りたいな。ほい、ほい。風が吹いてる。これ下の宝箱どうやって取るんだろう。ジャンプ、できない。どっかから違う場所から行くのかな。とりあえず先に、奥に行こう。ほい。あれー。ちょっとビビを回復したいと思います。 OK、 今度こそ。よし、これ、うん、なんか意外と覚えてたりするもんかな。でもこの洞窟なんかすごい覚えてるからな。うん、これは、お、ありがとう。エリクサー、エリクサーいいね。エリクサーもう2個ぐらい持ってなかったっけ。ちょっと先に奥に行っちゃおう。まず右側から取りに行こうかな。フェニックスの、今度左。ほい。うん、これは？何？あ、道か。おお、あれー。お、スタイナーが虫キラーを覚えた。どっちだ？ヘルムかな？装備を。そうだね。よし、強い方に変えよう。じゃあ、少しアビリティを見ていこうかな。ガーネットはない。ジタンは逃げてもギルだけ。ビビもないかな。で、スタイナーが今んとこいっぱいあるんだよね。レベルアップつけようかな。とりあえず暗闇、あ、もうつけれない。これビーストキラーにしとこう。いいね、スタイナー。よし。これでいこう。では、では、最近のことを少し話そうかな。最近ね、更新してない間、少しね、ちょっと、体調を崩してしまったんですけど、なんかね、謎なのかな？何が原因か本当にわかんないんで、謎になんですけど、歯が痛くなって、
で最初は虫歯かなって思ったんですよ。だけどなんか何だろう、1日目少し痛くて、歯が歯なのか歯茎なのか、まあ、どこが痛いのか明確には分かんなくて、それでちょっと様子見てみようと思って、あっちでこれ投げた、あれビビトランスしちゃった、あーそっか、ビビはダブル魔法がトランスの必殺技かな。魔法を普通に2回打てます。せっかくだから打っちゃうか。はい、あでも MP 消費するかな、まあいいやそう、それで歯茎が、結局歯茎もそんなに腫れてはいない、超強い腫れてはいないんですけど、なんかね、なんか結局ほっぺかな側がなんか痛いことに気づいて、でもなんで痛くなったのかっていうのが分かんなくて、もしかしたらなんかそういう虫刺されなんかで、なんかちょっと神経の方に毒っぽいのがいっちゃったのか、それともただ単に疲れで、なんか疲れで歯茎が腫れるっていうこととかあるらしいんで、それなのかちょっとわかんないんですけど、もうちょっとね、皆さんもね、歯茎とかには気をつけた方がいいですよ。虫歯だけじゃなくて、いろんな病気のサインとかあるんで何の話してんの私。え、これどっち行こう、右行ってみる、やっぱ左行こう先に。お、なんか綺麗な場所、あ、モーグリ、あ、これは、あ、それもまあしょうがないか。お、熱いやんけここ何さらすんじゃわれ、ここは動けるやんけここ、大きにここまた濃いキャラのモーグリが。お、アクティブタイム。あれ、教えてモグ太郎、2時間目。さて、前回もかなり長いこと話を聞いたけど、あんちゃん、今日もいろいろ教えてほしい、ここ。よしよし、何でも教えてやるぞ。今日もまたいろいろレクチャーしてやるからな。一応見てく？ステータスについて。キャラクターの状態のことをステータスって言うんだ。ステータスにはいいものと悪いものがあるから、どのステータスがどんな効果なのか今のうちによく頭に叩き込んでおけよ。それじゃあまずはバットなステータスからだ。これはバトルが終われば自然に治る。混乱、バーサク、ストップ、毒、睡眠、スロー。あ、毒も治るんだ。なのに暗闇は治んない。あー、なるほど。ヒート、フリーズ、ミニマム。ヒートとかフリーズって他のシリーズにあるんですかね。私がやったシリーズだとなかったんですけど、ひどい火傷になるため動いた途端に戦闘不能になってしまう。効率系になり動けなくなる。この状態で物理攻撃を受けると戦闘不能になってしまう。かなり厄介だね。次はバトルが終わっても治らないパッドなステータス。これにかかったらフィールドメニューで確認した方がいいぜ。石化、石化、あ、そっか、治んないか。猛毒、あ、毒と猛毒は違うの。MP も徐々に減るのか。ウイルス、成長が止まってしまうためバトルで勝っても、経験値、AP ともに入らない。で、沈黙、沈黙。結構厄介なやつが治んないんだね。で、暗闇、で、迷惑が、受けたダメージを他の仲間も一緒に受けてしまうという、はた迷惑なやつになる。で、ゾンビ、回復しようとすると全て反対の効果になってしまう。なんか結構、他の作品で、まあ、私がやったシリーズの中では見たことないステータスが多いんですけど、いいステータスが、リレイズ、リジェネ、ヘイスト、レビテト。それは他にもあるかな。セル、プロテス、パニッシュ。パニッシュもあるかな。姿が消えて物理攻撃受けなくなる。魔法をかけられると戻る。あ、魔法をかけられると戻る。はいはい。で、リフレク。今説明したステータス以外にも、死の宣告や徐々に石化といったステータスもあるんだ。
ここで一つ注意。全員が戦闘不能、ストップ、敵化、猛毒など、猛毒もダメなの？のどれかにかかると全滅になる。それからバトルが終わった時に戦闘不能、敵化、ウイルス、ゾンビのどれかにかかったままだと、経験値 AP ともに入らないから要注意なんだ。結構めんどくさいんですね。で、属性。属性とは自然界に存在する火、霊、雷、土、水、風、静、闇の8種類のエネルギーのことだ。属性を攻撃や防御にうまく利用すればバトルが随分楽になる。ただそれは敵にも言えることだから逆に自分が不利になることだってある。要は使い方次第ってことよ。そんじゃあそれぞれの属性の特徴を教えてやるからよく温めて叩き込んでおけよ。火が氷とアンデッドに有効。氷が火属性の敵とドラゴン、昆虫や巨大な敵、万能じゃん、にも有効。雷が水辺の敵、土が飛んでいる敵には全く効かないけど有効なのは土だけ書かれてないってことは有効なのないのかな。水が火属性、風が飛んでる敵に有効。静が闇属性かアンデッド、闇が静属性の敵。氷いいね。どの属性でもない場合は無属性といって属性による影響を一切受けない。どう？覚えられた？属性をうまく使いこなせればあんたらもう一人前だよ。え、カードゲームが追加されてる。カードゲームはこの世界ザ・クワッドミストって呼ばれてる。まあ、かっこいいね。すでに知ってるかもしれないけど、この世界には多くのクワッドミスト信者がいる。誰がクワッドミストをやるかは見た目ではわからないけど、とにかく誘ってみればわかる。なんせ奴らクワッドミストには目がないからな。いつだって勝負を挑まれたら断りしない。誘い方は四角ボタンで話しかけるだけで OK。もし向こうにやる気がなければ普通に話しかけてくるだけさ。じゃあここで簡単なルールのおさらいを。まずゲームに参加させる。これは見たからいいでしょ。はいはい。勝った場合は自分の矢印、ランカードの矢印が指してる相手の、もういいでしょ。2枚以上のカードとバトルできるときは、これ見たと思うんだけどな。見たっていうか、教えてもらった？はい、じゃあ、もう分かった。ありがとう。あんちゃんは本当に物知りだ、ここを。へへ、まあな。さて、これだけ？モイス。じゃあ、モムネット確認しよう。ブーモに手紙を届けさらしてほしいやんけ、ワロー。あ、違った。ワロじゃない。ワレクポー。この子なかなか強めの口調。ありがとう、ここ。他は、ない。よし。セント使った方がいいかな。3つしかないんだよな。これは普通にセーブしておきましょうか。どうしよう、もう少し進んでいこうかな。じゃあ、あ、そうだ、一番下にセーブしといたんだ。はい。あ、間違えた。ではでは、セーブも済んだんで、こっちは、あ、行けないんだ。なるほど。じゃあ右の道に行くしかないね。ちょっとアイテムをいくつか取ってないんだけど、まあいっか。ここら辺で私の性格の適当さがわかると思います。うわ、寒そう。ビビ、何やってんだ。早くしないと置いてくぞ。う、うん。スタイな歩き方。あー、ビビが。うわ、ビビ殿、大丈夫でありますか。スタイな。おっさん、大丈夫じゃないな。二人とも何やってんだよ。見惚れだな、やっぱり。おっさん、寝てる場合じゃねえだろう。死んじゃうぞ。おっさん。ダメか。あ、ガーネットが。あ、ガーネットも。ガーネット、こっちもダメか。畜生、俺まで眠くなってきちまった。やばいぞ。死んじゃうよ、みんな。なんだ、今の音は。
こっちか。何かあるな。おう。走れない。話しかけれない。これ降りれる？あ、降りれる。なんかある？この歩き方がもう寒そうだもん。わかる。寒い時って、すごい肩にグッて力入って、すごい肩凝るんだよね。よし、じゃあ奥行こう。あ、待って。死んでなかったか。黒のワルツ1号。そのまま眠っていれば苦しまずに済んだもの。あー、回復しとけばよかった。この吹雪を起こしているのはお前なんだな。クククそういうことだ。あー、ボス戦。そうだそうだ、ここで、初見の時積みかけた思い出がある。氷の巨人シリオン。ビデオ。なんか召喚してくるんですよ、モンスターを。これどっちから倒すんだっけな？右からだっけ？左からだっけ？行け、シリオン。どうしよう。盗みやってる暇ある？見破りやる？やるか。ちょっとやめてくんない？やなぁ、HP とかも出てくれればいいんだけど。ミスリルダガー、エーテル。ミスリルダガー欲しい。ウィング、ちょっと一旦回復するか。これもう一人時短側にいてくれればなーって思うんだけど。っていうか先に回復すればよかったよ。もうアホじゃん。まあでも、トランスももう少しで溜まるから、それまで盗むやろうかな。で、一気に、肩を付けに入る感じで。HP には気を配っていかないと。いいね、ミスリルダガー盗んだ。左側のやつは何持ってるんだろう。ちょっと盗む前に見破るでやっとくか。もしこっちの方が欲しいやつだったら先に土を盗む感じで。あ、トランス来た。持ったな。見破るやっちゃったじゃん。もう、まあしょうがないか。さあ、何を持っているんだい？見せて。魔力の服。特にいらないな。これもしかしたら回復しなきゃいけなくなる感じなんだけど。その前に、タイダルフレーム。これ本能じゃない？やばいかな、ちょっとやばい。死んじゃう。ギリ大丈夫か？かなりギリギリの戦いだけど。お、いいね、倒した。強っ。ちょっと待って、ちなみに。嘘じゃーん。いやー、でも、ごめん。これは私が悪かった。これは私が悪かった。回復してなかったからね。まあ、でも、トランスすれば、一発で倒せるから、で、見破るはもうやんなくていいでしょ。だから、盗むを、とりあえず左じゃなくて、右のシリオン。シリオンにやって、で、黒のワルツ1号は無視。とりあえず、ジタンだけ回復しとくか。はい。オッケー。あんにゃろう、もう負けないぞ。今回あの敵を倒して終わりぐらいになるかな。このイベントスピップってスキップできないかな。できないね、ポーズしかない。
マルレンナでいきますね。このビビの落ち方が、まあ、なんか凍ってんのってくらいそのまま落ちてくる。スタイナーもだけど、だからその画面の揺れ方によって重さの比重がよくわかるっていう。動きもしないんだな。なんかガーネットは息してるような感じで動いてるけど、スタイナーカチンコチンに凍ってる。さて、この音が黒のワルツ1号が持ってた、何あれ、鈴鐘、ちょっとわかんないんだけど、おしゃいくぞ、挑むぞ。で、ミスリルダガーを盗んで、まあ、HP には気をつけつつ、あれ、エリクサー持ってんだっけ、エーテル持ってんだっけ、まあ、とりあえずそれを盗めればなって思うんですよね。シルクの服はいらないから。で、万能薬が欲しい。んー、でも、まあ、ぶっちゃけ買えるしって感じだよね。ちょっと買えるはずだから、まあ、まずはシリオンのミスリルダガーを頂戴いたしましょう。はい、シリオン、さっさと呼んで。何が厄介なんだよな。そう、最初に初見でプレイしたとき、2対1でボス戦かよってなって、で、焦ってすごい負けたんだよ。どっちから先に倒していいかもわかんないし、なかなかダメージ量も普通に痛いから。で、盗めるかな。もし一発で盗めちゃったら黒のワルツ、お、え、盗めた。楽ちん。じゃあ盗むか。できればトランスゲージを無駄に見破りじゃなくて盗むとかに使いたくない。お、万能薬から盗むか。いいね。ここら辺で一旦回復しようか。津波が来たらやばい。まあでもさっきの見て気づいた方はおられるかもしれないんですが、もうちょっとポーション使っちゃったじゃん。シリー打つ、あれなんだっけ、なんだっけ、右のやつの体の中心になんかコアみたいなのあると思うんですけど、さっきあれが赤くなったんですよね。で、その時確か危険だった気がするんですよ。で、津波が117とかのダメージだったからまだ大丈夫でしょう。じゃ、タイダルフレーム飲み前してやりましょう。うあ、シリオンだ。シリオン、あとは任せた。ほら、このコアが赤く光ってるんですよ。で、どうしよう。タイダルフレームいっちゃえ。一発、あ、ウィングが先か。グリーンエナジーもいいのかな。エネルギー消費が大きい方が。あ、やった、倒せた。オッケー。まあ、さっきの全滅は私の回復しなかったというミスが招いた結果で申し訳ございませんでした。 AP5 欲しかったな、特にスタイナーに。お、滝があったのか。一人目は倒したようで、ゴジャルが、あ、ゴジャル、ゴジャルだ。他の二人が姫を奪い返すでおじゃる。誰だ。まあいいか。それよりもあいつら死んでないだろうな。お、いた。お、起きてる、起きてる。てか霊気のあれはやっぱりさっきの黒のワルツ1号の仕業だったんだね。あ、ジタン
やあ、皆さん、無事だったかい？おい、貴様、一体何が起こったのだ？いや、大したことなかったよ。ここでさ、こういうことがあってさ、って言わないゼタンがすごいかっこいいと思うんですよね、私。貴様、何か隠してるだろう。何もなかったって言ってるだろ。めっちゃかっこいい。貴様、ひょっとして、姫様に何かしたのではあるまいな。おいおい、おっさん、勘弁してくれよ。したいな、何もないと言ってるんです。ジタンに失礼でもないかしら。わかりました。まあでも、守る側としては、心配するだろうけど。まあ皆さん無事で何よりです。先を急ぎましょうか。ジタン、どうかしましたか？いや、なんでもねえよ。じゃあちょっと装備を、イスリルだが、いいね、強くなるし、新しい盗賊の極意を覚える。アビリティ装備できるやつかな。お、いいね。で、これ、セレクトで見れる。あ、これは欲しい。オッケー。あ、これやっとけば、もう見せてくれるじゃん。OK。あ、こういうのも、ちゃんと見せてくれるんだね。じゃあ、いいでしょう、これで。OK。どうしよう。セーブして終わりにするか、進んで終わりにするかなんですけど、ちょっと一旦セーブしますね。じゃあ、違う。モグネットはない。あー、違う。セーブして。で、先にちょっと進んで終わろうかな。ちょっと長いかもしれないんですけど。すみません。お久しぶりなんで、まあ2本分ぐらい。まあ実際そんな長く撮らないですけど。それぐらいのボリューミーな感じで、取れればなと思う。下にアイテムあるかな。まあいいか。進もう。では上に行って、ジタンのダメージ量が全然違う。やっぱ強いなぁ。ちょっと数を減らしてから盗む。やってみようかな。はい。だってもう200近くだもん。ジタンのダメージ。強っ。じゃあ盗む。やってで、プリンからポーション盗めるんですけど、原石が盗めるのか。間違えちゃった、したいな。戦おうやるつもりだったのに。ブリザード。52か。結構効くな。ポーション。あれってか、こんな体型だったっけ。あ、そうか、合ってるか。ほい。レベルアップ。もしかしてボス戦で経験値入らないのってこういうのがあるからなのかな。ほい、ジャンプ、あれ？ジャンプ。まあ、すごい綺麗な洞窟だったけど、大変だった。そして出口。やっと霧の外に出られましたね。やっぱり青空の下が一番ですね。お、あそこに村があるぜ。結構眺めいいね。なんかあの村って前に見たことあるような気が。ジタンはいろんなところに行ったことがあるんですね。私が知っている世界は
すべて書物の中のことばかりですわ。チタンが知っている村かもしれませんよ。とにかく行ってみましょう。口が回らないでしょう。おいおい、ちょっと待てよ。ガーネットはお姫様なんだぜ。それってどういうことか分かってんの？今だって追手が来てるかもしれないし、姫だってことがバレたらいろいろ面倒だぜ。貴様は何を言うか。姫様がこそこそする必要などない。あ、危ないよ、こんなとこで。そんな突き飛ばしたら我々はすぐに城に戻るのだから、そんなことは関係ないだろう。あ、でもこれはジタンの方が正しいと思うよ。それに貴様のその態度は何だ。姫様に対して無礼であろう。その呼び方も改めるのだ。おっさん、うるせえよ。あんたには関係ねえだろ。だいたいあんた何様のつもりだ。偉そうにしやがって。二人ともやめてよ。二人ともおやめなさい。さすがって感じ。それからしたいな。私は城に戻るつもりはありません。でも確かにガーネットでは何かと不都合がありそうですね。ところでジタン、これは何というのですか？そいつかい？そいつはダガーって言うんだ。それくらいの長さの短い刀のことをみんなダガーって呼んでるんだ。それよりも長いのをショートソード、両手持ちの大きい刀をブレード、ダガーより小さいのをナイフ、それから、あ、いや、よくわかりましたわ。これはダガーというのですね。姫様、小さくても武具、不用意に扱うと危険ですぞ。まあ刃物だからね。決めました。これから私が名乗る名前は。で、ダガーって名乗るようになるんですよね。まあ、私、FF キャラ、名前変えるつもりないので、このまま行きます。たとえニックネームであろうとも。私はこれからダガーと名乗ります。ジタン、これでどうかしら。本当にそれでいいのかい？あ、これはプレイヤーにかけて。言葉かな。はい、いいです。よし、上等だぜ、ダガー。あ、口が。あとはその喋り方だな。俺みたいにさ、砕けた感じになれば文句なしだ。え、やってみます。違う違う、そこは。ビビならなんて言うかな。ここでちゃんと、なんだろう、ふさわしい口調を考えるっていうね。うん、頑張る、だな。うん、頑張る。かわいい。その調子だぜ、ダガー。だぜ、ダガーっていうのでちょっとね、言いにくい。ってことで、そろそろ行くか。なんか、ジタンは、旅慣れしてる感じがするよね。さて、またフィールドにやってきたところで、今回はここで終わりにしたいと思います。モグオくんをね、十何回だったかな、呼び出すと怒るっていうのをコメントで教えていただきました。まあ、しばらくやるつもりは、しばらくってかやるかどうかわかんないんですけどね。はい、でね、もう最近ほんとね、全然コメント返信もできてなくて、なので申し訳ないんですけど、でも皆さんのコメント本当にありがたいです。いつもね、読ませていただいてます。ありがとうございます。ね、できる限り、ま、更新ペース守っていきたいんですけど、まあ、また今回みたいに少し長めの期間が空いてしまうこともあるかと思いますが、ご了承いただければ嬉しいなと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。ね、次回も見ていただければ嬉しいなと思います。なんだっけ、いつもどうやって締めてたっけ。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまたね。バイバーイ。